Tears of the Kingdom gameplay was shared by Nintendo. Today we're gonna watch it, and I'm gonna give my reaction and thoughts on some of the early glimpses into the gameplay. I don't think I need to say any more than this. I am a long-lived OG Zelda fan. My original copy, what started it all, was A Link to the Past. This is my original right here. It's funny because back in the day, my gamer tag was Oldie, not knowing that one day it would come true. All right, let's get into it. Let's go. 皆さんこんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。まずは皆さんにお知らせがあります。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム完成しました。Finally. 本当にお待たせしました。これまでにこのゲームを楽しみにしてくれている皆さんにはいくつかの映像をご覧いただいてきました。今回はほんの少しではありますが、実際に私がプレイしながらこのゲームがどんなゲームなのかを皆さんにお届けしたいと思います。それでは I'm sure they've retained the open world because that was one of the most popular things of Breath of the Wild. はい、まずはハイラルの大地にやってきました。前作のブレスオブザワイルドと同じように大地は現在です。もちろんね、そのままということではなくて、いろんな変化が起きているんですけど、今日それについてですね、お話ししてるとちょっと時間がなくなっていますので、それはまた皆さんの目でお確かめください。そしてね、今作ではこの広大なフィールドがなんと、はい、空の上にまで広がります。ね、あの空の上の方に島が見えてると思うんですけど、これあの空島っていうふうに呼んでますけれどもね。Sky Islands, okay. So looks like this is kind of a merger between Skyward Sword. どうやって行くんだって皆さん。Because you get to explore the skies this time. こうやって見てると、お、なんか上から落ちてきましたね。見えますか ？What is that? 何でしょうかね。ちょっと向かってみましょう。Did anyone watch Joe Dirt? Where it's like さっき落ちてきたもののところまでもう少しですかね。はい。はい、oh, it's a rock. ここでですね、リングの新しい力を使います。Yes, please show us. 落ちてきたこの岩にこうすると、ah, rewind. I don't think they shared this before. はい、登っていきますね。これはね、あの物の動きを逆再生できる戻れ子っていう力なんですけれども。降ってきた岩を逆再生しているので空に登っていけるというわけなんですね。ほら空島見えてきました。はい、パラセールで空島に向かいましょう。他にもね空島が。He clearly has max stamina already. ということで空島到着です、空島に上がる方法は他にもたくさんあるんですけれども。Oh, look, there's a dragon. The dragons are my favorite thing in the game.It actually made me fall in love with the game so much more. 空島に移動してきました。空島にもですね、地上と同じようにもうちょっと人工物的なものがあったり、まあ、木も生えてたりしてね、ちょっとあの黄色い木で、これあんまり地上では見なかったりする木ですね。Mm-hmm. ちょっと歩いてってみましょう。よっと。はい、あ、枝が落ちてますね。こういうのはね、どんどん取っていきましょう。You have no idea how many times I've used branches to kill things. そう。なんか、ましたね。はい、こいつはね、新キャラでね、ゴーレム。Looks like a mini guardian. ちょっと枝でね、戦ってみましょう。Destroy it! ああ、枝が折れてしまった。まずい、まずい、まずい、まずい。すかさず取ってまた。はい、混ぜましたね。Oh.はい、それでは引き続き進んでいってみましょう。ザナイチャージ。少し空島を進んできました。でもね、さすがに枝では戦っていくのは心もとないですよね。しかも、すでに枝は壊れかけてます。ではここでリングの新しい力2つ目です。この枝と、そこの落ちている岩。こうすると、はい。Oh, what? 取ることができるんです。That is so cool.これがスクラビルドといって物をくっつける新たな効果の武器を生み出すことができるんです。Fuse items into weapons. I wonder if monsters can also do the same. Because I know you can steal a lot of the monsters' weapons after. 攻撃力上がってますね。
Oh, that is so cool. はい。さっきはね、枝が壊れてしまいましたが、武器の耐久力も増してますね。これを発展させていくと、アイデア次第で実にいろんなことができるんです。That makes the possibilities on your weapon selection pretty endless. この長い棒にもう一本、はい、長い槍をですね、つければ。超遠距離攻撃ができる槍。Link with a pitchfork reminds me of Twilight Princess Link. これなんか、Where he's a farmer. 接近することなく、遠距離から攻撃ができる。弓矢もですね、持ってる素材をくっつけて飛ばすことができるんです。例えば、この葉っぱとか、Merge it with the meat. Oh, no. ね、これをくっつけて飛ばすこともできますね。こういったですね、氷系の素材、これをね、つけて飛ばすと、はい、遠くの敵も凍ってくれると、oh, what? はい、非常に便利ですね。あとは、That's pretty cool. That really just adds so much elemental factors into Link's arsenary. 皆さんも狩りをするとき、矢で狙うのなかなか難しいと感じる方もいるかもしれません。私もね、もう最近もう動体視力が追いつかないんで、はい、全然当たりません。Don't kill the bird. そういうときはですね、これはですね、魔物を倒すと手に入る目玉の素材なんですが、The annoying keys eyeballs that fill your inventory. Oh. ね、aimbot. ね、it turns it into an aimbot. もう一番狙ってみましょう。That's pretty neat. But don't kill the birds. ここポーンって。What are those swallows? 、ね、非常に楽ですね。まあこういった形でですね、組み合わせ次第で狩りも非常に便利になるんですね。縦にキノコをつけてみました。これね、意味あるのと思われるかもしれませんが、このキノコ実は煙だけと言います。これでですね、敵と戦ってみますよ。Let me guess, it's gonna blow up. はい、oh. 煙が出ました。はい、相手がリンクを見失っているうちに。That's pretty tactical. はい、不意打ち。Very neat. 戦いが苦手な人でもアイデア次第でこんな風に簡単にやっつけられるんですね。That really changes up the gameplay a lot. 前作では強い武器が強い敵をやっつけないと手に入りませんでしたが、本作では弱い武器でも何かと組み合わせると使い勝手のように作り替えることができるってことなんですね。こういった作る遊びは他にもありますので見てみましょうか。はい、空島には川が流れているところがあるんですね。まあ向こう岸に渡りたいんですけれども、泳いで渡るにはちょっと川幅が広すぎるみたいです。なんでね、船が欲しいところなんですけれども、 Really? Because it looks like your stamina is pretty high. 周りにね、船らしきものはありません。なので He's gonna make a raft with these convenient items just laying around. くっつける。はい。もう一個見てみましょうか。これもよっと持ってきて、バッとくっつける。はい、イカダのようなものができましたけど、これはウルトラハンドという新しい力です。くっついたんですけどね、これいつでも外すことができるので、ちょっとこう形を変えてみましょうか。Neat.はい、That should be pretty fun if you can make vehicles out of anything. I think in one of the other trailers they had some sort of motorcycle. まあ木なんでね、浮力があって水に浮きますね。はい、これで簡易的な船になりました。でもね、このままだとやっぱり進んではくれないので、推進力欲しいですよね。ということで、何かありますね。I wonder what we're gonna use. ちょっと叩いてみましょう。These.はい、Fans that have been conveniently placed here. これね、私たち扇風機と呼んでるアイテムなんですけど、これをですね、早速つけてみましょう。はい、ね、これ。I wonder if you place it in the wrong spot, is it not going to work? ね、これでバランスよく。はい、つきました。さあ、じゃあ早速動かしてみましょう。はい。Oh, so cool. 風でね、スイスイ進みますね。戦闘機も2つ付けたんで、あっという間に向こうに進行をたどり着けますね。はい、着きました。以前ね、お見せした映像の中にも大きい車だったりね、空飛ぶ乗り物に銀が乗ってるシーンがあったかと思うんですが、実はね、ああいった乗り物も最初からあるわけじゃなくて、
プレイヤーが自由に作り出せるってことなんですね。That's gonna save a lot of time. ゲームの中で出会えるアイテムや素材も様々にあるので、皆さんの走り次第で本当にいろんなことができるようになってます。ぜひいろんなものを作って、この世界を自由に冒険してみてください。はい、さらにまだまだ新しい力があります。ここに建物がありますけどね。見ててくださいよ。よいしょ。はい、屋根を通り抜けられました。これはトーレルーフという能力ですが、天井がある場所が That's gonna be really OP because I feel like the number one thing that takes your time in this game is actually climbing. So this is gonna remove that. ルールはあるんですけれども、可能な天井であればどこでも使えるっていうのがね、ミソなんですね。例えばここにね、洞窟があって上にまあ丘がありますね。こういうところでまあこう使ってみるとですね、頑張れ頑張れ、よし登れ登れ登れ。 So it looks like you have a limit with your ascension, but because he probably has max stamina. 前作だとね、山を登るにはエッチラホッチラ自力で登ってましたけど、こういう洞窟がある山だったら登らなくても頂上まで行けますし、例えば牢屋みたいなところに閉じ込められてもね、天井さえあればね、わかりますよね。はい、そういうことなんです。お、またあいついますね。あ、なんとか変なもの持ってますね。 Oh, so he does, this enemy does have one of those weapons, so I wonder if they can also merge or fuse. バトルも違うものになってます。 Oh, you just got bitch slapped. なんかこう、撃っちゃったら持ってる。うわ、危ない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 。Was that all by design? Oh, that's so neat. You can literally just merge into the world below. こうやってね、空から一気にね、地上に No loading screens required. I like it. 気持ちいいですね。Such a big, vast open world. こうやってね、空から大地がこう見渡せて、まあこれが気になるなとか、いろんなところの目的地を探すことができますので、目的地が定まったら、こうやってスピードアップしてひゃーっと降りてって。これした川なんでね。グッポン。ゲーマーロジック、once you land in water, you're okay. 、ね、まだまだね、あれもこれも紹介したいことが山ほどあるんですけど、今日はこのぐらいにしておこうと思います。いかがでしたでしょうか。I loved it. 前作から一新されたリンクの新しい力をお見せしました。私のプレイを見て、あれができるならこんなこともできるのかも。と想像された方もいらっしゃるかと思います。今作はそういうプレイヤーの皆さんの I feel like with the number of 本当にできてしまうゲーム customizations in this game players are going to continue finding and discovering things years later like they did in Breath of the Wild 1. 未知なるハイラルをぜひ皆さんの自由な発想で冒険してみてください。今回は以上となります。ありがとうございました。 That was neatI love these Nintendo Directs. They really get to it. Ah, that's only 2 months away, or more or less a month and a half. Exciting. Oh, what's this? Is this a limited edition Switch? Of course. Of course. Oh, it looks so nice. Just shut up and take my money. Oh, isn't that fancy? Oh, and it's OLED. Nice. I don't think my Switch is OLED. I think I got the original.Let me just find my wallet so you can take my money! That OLED Switch looks really nice. And the game, oh, it's so beautiful. I can't wait. I remember when the first one came out, it's since never gone on sale, that game. At least in where I live. It's never gone on sale. And it was the very first Switch game, I believe, that was released.Thanks gamers for watching. If you enjoyed it, go ahead, leave a like. And if you're new here, go ahead and subscribe. I will also link my socials down below. And I will also
be so generous to link some other videos for you to go ahead and explore. Have a great day, gamers!